まましておめでとうございます2022年初めての動画撮影ということもありまして昨年に続き和装で登場させていただいておるんですけれども2021年の振り返りの方をしていきたいと思います2021年昨年はですね一昨年に続きコロナ禍ということもありまして3グループ各社の方でもですね テレワークやオンラインでの会議等が引き続き行われた一年になりましたおかげさまでスタッフの方もかなり慣れてきたこともありましてテレワークと定着化してきたのかなというふうに思いますまたお客様等のですね打ち合わせにも関しましてもオンラインを使ってかなりスムーズにできるようになってきたかなというふうに思いますこのテレワークはですね引き続き今後もコロナ終わってもですね 継続してていいいきたいなという,ふうに考えておりますまた業務の方に関しましてはまず特許業務法人藤本パートナーズの方なんですけれども一昨年に続きですねおかげさまで昨年も全国の特許事務所の中で登録広報の発行件数が1位ということで引き続き多くの一装関係の出願またですね出願のみならず係争関係のご依頼いただいております。 また、えー、藤本パートナーズの方ではですね、えー、衣装だけでなく、えー、特許や商標についても、えー、県庁にお仕事の方をいただいておりまして、えー、特に特許に関しては、出願だけではなく、えー、係争関係ですね、また裁判、こういったことも、えー、かなり多く引き合いの方をいただいております、えー。この傾向はですね、今後も続くのかなというふうに考えております。また、ネットスの方なんですけれども、 おかげさまで調査関係のご依頼を多くいただいておりまして特に昨年伸びたのが技術動向調査と侵害予防調査ということでやはり IP ナードスケープ等ですね技術動向に関わるような案件またリスクマネジメントの観点から侵害予防調査というご依頼が増えております最後にパトナーなんですけれどもこちらもオンラインでの教育研修の方のご依頼が増えてきておりまして 昨年ですね、また企業内研修ということで、今までフェイスとフェイスでやってたものがですね、オンラインで行うと。またオンラインでもグループでのディスカッション等できるような体制も取っておりますので、またそういったご要望あれば、いつでもご連絡いただければと思います。今年もですね、3グループ各社、知財の総合支援ということで、やってまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。